皆さんこんこにちはフロマスクです今回は Steam で新たに発売されたこちらの「トランスポート・フィーバー2」に挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちらは2019年12月11日に新発売された輸送をメインとしたストラテジーゲーム のようです確か以前トランスポートフィーバー1ですね購入したんですが結局積みーになったまま2が発売されちゃいましたねで公式で日本語対応していて一応キャンペーンモードですねちょっと1個だけやってみてなんとなくルールは分かったんでせっかくなんで日本マップですねスチームワークショップに日本マップあったんでそれで とりあえずやってみようかな。はいということで、Steam ワークショップにあった日本マップですね。ロードしてみたんですが、結構クオリティが高いですね。ちゃんと日本全国が再現されて、北海道一部ないんですが、他は結構再現されてますよね。佐渡島とかもある。 これマップエディターで作ったのか。すごいな。これいいですね。で、沖縄とかはないのかなで基本的にこのゲームは資源をこう、街から街へ、こう、必要な場所へ運んでいく形かな。とは人か。なので、まずはやっぱ東京近郊から作っていきましょうか。作るというか、つなげていくか。 こういうふうに産業マークがあるので、まだ完全には理解してないんですが、多分これで、あ、仕入れ先とか色々出てますね。ここはオイルかな前橋のオイルを、まずはこの埼玉のところに、精油加工所か。これ1850年スタートなんですよね。だからこれが年代が進むごとにどんどん、 新しい車両というか、進化していく形なのかなで、街並みとかは、日本っぽくは全くない感じかな。<laughs> 西洋な感じなんですが、まあそこら辺はちょっと気にせずやっていきましょうか。とりあえずじゃあつないでいきましょうか。じゃあこの日本全国のインフラ化、整えていってみましょう。っていうかできないですよね、一気に。<laughs> 資金もそんなにないと思うんで、 とりあえず、チュートリアルでやったような感じでやるか。このトラック駅っていうところに、あ、これハイライトされてるところのやつか。資源がこう、運ばれんのかなあこのオイルを加工所まで持ってきたいので、で M と N で建物の回転ですね。A 列車に行こうにかなり、 似てる感じかな。よいしょ。こんな感じで置いて、で、次に、これですね。道路発着所。ここに置いて、ここら辺は結構安いんですよね。で、ここで車両を購入すると、こういう感じで、トロイカ、アジアの四輪馬車ですね。で、物資を運ぶのは馬車の方なので、これをまず、 2台ぐらい買っちゃっていいかな。そんなお金かかんないですよね。3,4台ぐらい。4台ぐらい買っちゃうか。買っといて。で、これが路線ですね。この路線を、こう前橋から埼玉まで。これやると自動的に路線が出来上がるので、あとはここで、 ロードと荷下ろしか、運ぶものと荷下ろしするものを選ぶ形ですね。まあまあ最初はこのままでいいのかな。で、これで路線1を割り振っていく形ですね。で、こうすると、こっから馬車ですね。で、一応、一人称視点っぽい感じで読んできますね。これがオイルを運ぶ馬車隊ですね。<laughs> 馬の動きは結構かわいいんですよね。で、ちゃんと道とかも整備しないとあんまスピードが出ないのかな。これ、収支をまずプラスにしなきゃいけないですよね。あーで、これでオイルバレルか。何個ぐらい持っていけんだろう。中に入ってんの、これ。ぱっと見見えないけど。あこれをトコトコと咲いたままで運ぶ形ですね。前橋から。 埼玉の加工したオイル、原油オイルに加工したのかなわかんないですけど。それを今度はここまで、横浜の化学工場まで持ってくる感じですね。この <laughs>、なぜかクラクションが鳴ってんのはどうにかならないのこの加工かを <laughs>。 なんでクラクションなのかがよくわかんないんですけど。なんかまだ来てないですもんね、ここまで。まだ配送中なんで。<laughs> これは、時間かかりますね。狼とかいる。こんにちはって言ってなんなのこれ。<laughs> キツネがこんにちはって言ってる。<laughs> ちょっと世界観がよくわかんないですね。<laughs> こんにちは。これはこっち側が喋ってるのか、こんにちはって。<laughs> 特にバンディットとかがいるとか、そういうのはないですよね。あとは鉄道も引けるんで、鉄道を引いた方がいいのかな。街と街とをつなげた方が収入になるかこう、マイナスがやばいですよね。東京、横浜、千葉を線路でつないだら少しは儲かるかな。意外とでもお金かかんな。 <laughs> 結構お金かかりますね。こことここはもう馬車で繋げるか、最初はお金ないんで。すごい混んでませんこれ。<laughs> ははは。1850年代からこの千葉から東京へ向かう道は大混雑ですね、最初から <laughs>。これはどうなのクラクション鳴らしてるし。 クラクションだけほんと現代風なのどうにかし、て東京から横浜行くか。ここら辺へまず1個。あ,あ、バースのあれが。循環するやつを1個作ってみるか。このトロイカですね。3人まで乗せられるんだ。じゃあこれ2台買って。こうかな。この循環路線を。東京。 じゅん01とかにするか。こうですね。で、ここの、東京じゅん。こういう感じで作ってみるか。ちょっと様子見てみましょうか。これで、はい。乗ってるこれですよね。てかい、多いな。めちゃくちゃ多いですね。あちゃんと歩行者も。 横断歩道みたいなとこ渡ってますね全然日本感がない <laughs> 全全く日本感がないなこれちょっと <laughs> 大丈夫かなやっていけるかなこれ完全異世界ものだなアジアなんですけどね一応こ <laughs> こら辺ももっと待ですかねあ乗ってたあ横に乗ってたのがそうなんだあそれで後ろ2人の前1人で3人乗れるんだ いうふうにレイヤーが結構見やすいですね。ここがやっぱすごい混むんだな <laughs>。千葉から東京。実際もなんかありますよね、ここ。ここが混んじゃうんだな。まあ、ここ東京近郊うまくやったら一気に黒字になれそうだけどな。あ、もう黒字になるじゃないですか。このまま行けば。なるほど。あ、これはすぐ黒字になる。 じゃあ次、千葉まで、東京から千葉までやって、仙道はどうしようかな。ま、このちょっと郊外を走らすことはないけど、それで行くやるか、お金貯まったら。ここがひどいからここの道をどうにか作りたいですね。一個作るか。この大きな道路をつなげちゃいましょう。あか、163か。 ちょっと高いな。なんか道も勝手にできてんのかな。曲がる感じになるんだな。まあこういう感じで。これでちょっと繋げてみましょうか。渋滞の混雑はなくなったかな少しは。ははは。信号がないですかね。これなんか、いいやり方ないのかなこれは。 あれはひどい流れですね。建物とか建つのかな食料を持ってきたいけどな。こっから持ってこなきゃ。<laughs> 名古屋から小麦を持ってこなきゃいけないのか。あーああ、これいいじゃないですか。ここすぐできんな。 なるほど。こういうところいっぱい作って、まずはお金をプラスにした方がいいか。多分ここ持ってくれば、プラスになるんじゃないのなりますよね。名古屋まで運んで、それでプラスにさせるか。 もし今ですね、ようやく黒字になったかな。ここの名古屋の小麦でだいぶ儲けられますね。ここの小麦をパン工場かに送って、このパンを名古屋市内に配送すれば結構これだけで黒字にできますね。もし今名古屋の方も循環の馬車ですね。やって。で、やっぱ東京がすごいですね。人が。 とんでもない人が待ってる <laughs> あれもうこっちが先列車作った方が良さそうですね。どん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 待ってますね。さすが大都会。これひどいなも。もっと馬車、馬車というか列車かなもうこっちが先列車やりましょうか。ここだけで相当儲かりそうなんで、東京横浜間の列車を作ろう。 区画整理。ここら辺を区画整理するか、先に。これが意外とお金かかるんですよね。こことここに線路通せるかな。とにかく作らないとまた家が建っちゃうと面倒なんで。最初の駅。で、東京までつなげたい。<laughs> とりあえずここまで持ってってみよう。 だいぶ家壊したな、これ。これでようやく線路が繋がりますね。とりあえず繋いでみるか。後から拡張はできるみたいですね。東京横浜間か。すごい近いけど、この間でやったら儲からないかな。すごいマイナスですね。よし。列車の発車場も作っちゃいましょうか。 ここら辺でいけるかな。このら辺に置いて、こうか。変な感じになっちゃうけど、しょうがない。こうして、で、車両購入ですね。おー、ロシア鉄道 <laughs>。日本っぽくないんだよな、どれも。えー、客車は、これか。 834もすんのこれ。そりゃ高すぎだな。5百0十。<laughs> めっちゃ高いな。なんでこんな高いの ?1 両編成でいってみようかな。これで、車両を出してみるか。とりあえず、初めての車両。 一駅区間だけだけどロシア式ですねしかも日本風なのはないのかな渋いですね渋い機関車ああでもかっこいい でお客さんが入んないと大赤字だぞあ客車かっこいいじゃないですかま、はい、だお客さんは最初だから入ってないっぽいですねゼロこんな感じで徐々に賑やかになっていくのか あれ人来んのかな